皆さん、おはようございます。朝刊原田の時間です。ね、マネージメントの勉強をずっとしながらね、やっぱりこう人を育てるっていう、まあ、クレドのね、そこに流れるテーマですけどもね、それがずっと繋がってるような、そういうふうな、勉強でした。まとめになるクレドかな?まとめのクレドかな?ちょっと長いですね。人材は、財は宝。わかる?人材。人宝。人材は、確保、確保、教育、維持で育てる。人、人の宝、人材は確保、確保、教育、維持で育てる。これが今日のクレドでした。元気アップでいってらっしゃい。人材教育、人材教育って言いますよね。それはみんな知ってるやん。それ。僕もそうですよ。お仕事なんですかって言ったら、人材教育やってますね。ああ、そうですか。ですよね。目の前の、子供を、目の前の、お客さんを、目の前の、部下を、その人を、全力で、教育をすれば、人材、人は、宝になるというふうに、思っていたんです。最初はね。これ間違ってないんですよ。間違ってないですよ。でもね、アメリカ海兵隊でわかる。ね、僕は非常に困難な状況の中でも結果を出す人たちが大好きで、それで戦争好きちゃうねんで、戦争好きじゃないですよ。平和主義者ですから。そうじゃなしに、アメリカ海兵隊っていう究極の状況の中でも、仲間を見せずに、帰ってくる屈強の男たちっていうのは僕はね、すごいなというふうに思うんです。戦争のプロってそういう意味じゃないです、厳しい状況の中でも結果を出して仲間を連れ帰ってくるっていうアメリカ海兵隊っていうのはすごいなと思って、昔古い話でもジョン・ウェインっていう、ね、西部劇の役者さんがおって、僕映画好きやからね、グリーンベレーっていう映画があってね、古いよこれ、ベトナム戦争の映画、これ面白かったよこれね。でアメリカ海兵隊ってすごいなって、どんな教育をしたらあんな屈強な男たちが育つんかなと思ってて、それでアメリカ海兵隊のよく知ってる人に聞いたら、先生ちゃいますねんって違いますねんって何言ったら、アメリカ海兵隊がどうしてあの屈強な強い集団か言ったら、それは海兵隊というものの人材教育、教育じゃなしに、実はその前にやってるねんでって言われて、え、何すんのって言ったら、それは人材の確保やって言われた。これ。これ。いい人材をまず見つけて、引っ張ってきて、で、それを教育するから育つんやと。え、そうなんですか。そやで、先生。って。だから、たまたま目の前に来た人を教育して、人材教育じゃなしに、その目の前に来る人を連れてこねんと。確保。引っ張ってきて、で、それを教育するから強くなるんだ。って言われたんです。だからアメリカ海兵隊はリクルーター、人を引っ張ってくる人が、優秀な人たちがおって、そしてその優秀な人をまず確保見つけねんで、それを全力で教育して人材、人の宝にするという、そういうようなお話を聞いた時にハッとするところがありました。当時は公立中学校の教員ですが、普通は公立やから目の前の、僕の目の前にいる生徒、それを人材宝として全力で教育すればいいかなと思ってたんですけども、今のその話を聞いてちょっと思うところがあって、どうやったら確保、どうやったら公立中学校やけども子供を集めてくることができるかなって、それにスイッチが入った、そういうクレドです。そして確保を集めてきて、全身全霊込めて育てて、その次は何かやったら維持、維持しなさいってことね。維持っていうのは何かやったら、教育だけはなしに、その人のその後も終わってからもずっと関わりを持って、丁寧にご縁をつなぎながら、安心安全に育てていく、確保集めてくる、全力で育てる、教育が終わってからもご縁をつなぐ、確保、教育、維持、皆さんこの3つ、この3つが本当に人材教育、人を育てるということの秘密中の秘密だったということなんです。いかがでしょうか。人材教育を今されている方はたくさんいますけども、手前の確保はどうですか。終わってからもご縁をつなげて維持できてますか。ちょっとご自身の今までの教育とかね、身の回りのね、会社の教育、それを見てですね、
ヒントが出ると思いますので、実践で、イノベーション、チェンジをですね起こしてもらえたらなと思います。どうでしょうか、新しい考え方ですね、元気高まった、ね、元気アップでいきましょう。拍手お願いします。よーお確保教育維持、面白い ね3段階ね、いってらっしゃい。ええー、で安全やで、安心やで、楽しいで、いじめなんかないでって、何かあったら僕おっちゃん助けるから来てやー言うて子供らの宣伝に行ってたんです。いつやと思う、いつやと思う、11月10月、違う、答えは運動会始まって、文化祭始まったら子供らこうなんだよ。